車好きのみんな集合。一緒に YouTube を盛り上げてくれる車好きの若者を大募集中。誰よりも車に詳しい、三度の飯より車。現役の走り屋、 GTR が好きで仕方ないやつ、マニアックな知識を生かして一緒に働きましょう。あなたのご応募お待ちしています。どうぞ。こんにちは、トラスト企画阿部ちゃんです。花です。はい、今日はまたホンダ車2台持ってまいりました。いやー、阿部ちゃんホンダ車。ただ今日は何ですか？皆さん、日本の宝 VS 何これ、何これ、何、これも日本の誇る宝じゃないですか？どの辺が宝なんでしょうか？いや、そこね、阿部ちゃんはまだ分かってないので、ちょっとこの車の良さ、お素晴らしさをね、ちょっと阿部ちゃんに私の方からねプレゼンしたいなと思います。なんか僕を前にしてホンダ車を語るらしいので皆さん僕の気持ちで一緒にご覧ください。お願いします。はい、ということで、はい、本日持ってまいりましたお車が私サイド、こちらもう日本の宝と言っても本当に過言ではない、はい、DK9 でございます。もう大好き、最高。見慣れてるこの車はね。いや、だけどこれ後から皆さんにね詳しく見せますけど、今日のお車は多分皆さん見たことないと思います。 EK9 は EK9 なんだけど、実はなんとかっていうレートなんですよね。気になる。そういうところを皆さんに今日細かく説明します。こちら私のサイドは CRZ っていうお車をね紹介したいなと思うんですけど。 CRZ な、あ、 Z Z じゃない、 CRZ 厳しい、本当にそうなんだって。あんまり分かってないのに厳しいな。 CRZ を私の方から紹介したいなと思います。でこっちはですね、まあどう見たってこっちより新しい。そうだね。そうなんですよ。なんか最近でもない、ちょっと一昔前のホンダの顔って感じで、結構あのノーマルじゃないんで、うん、ノーマル比較っていうよりかは難しい。でもかっこいいですよね。そう、結構、うん、これはいじってある方のシャル Z なので、うんうん、まあ、どこいじってあるのとか、ここのシャル Z の良さをね紹介したいなと思うので、はいはい、こちらのシャル Z ですはですね、はい、平成25年のわお、シャル Z でして、結構後期の方なのかな。25年ですか？25年です。こっち平成10年です。もうそれでかなり年の差がジェネギア。ジェネギアありますね。ジェネギア。でこっちはですね、はい、あのいろいろ変わっておりまして、うん、これは M&M のホンダのボンネット。 M&M ホンダ有名ですね、うんうん、になってますね。でフロントのバンパーはノブレッセのスポーツバンパーに変わってます。ここね、タクトなんか開いてあって、これあと多分ライトも違うよね。これライト純正かな、どうなんだろう。一応アイラインは社外のもの、うんね、ちょっとメーカー不明のもの。これ貼ってるんですね。あ、下にテープ貼ってるんだ。光が透明なんじゃないかな、ウインカー。なるほどね、うん、かっこいいですね、うん、なんかあのオデッセイみたい、うん、RB 型のオデッセイもこういう目だった、うん、確かちょっと青っぽいさ、あれですね、うん、そうそうそう、血ついてる感じですね。同じ世代なんじゃないかな、ぐらいかな。新しいのかな。へえ、レイズのホイール。レイズのホイール入って、はいはいはい、なんか無限、無限じゃないですか。無限さんの、これ本物？本物？これ本物です。わお、うんうん。それはあれですね、スプーンです。あ、スプーンか。スプーンの。島さんちのタビュレーターが入ってますね。なるほど。でこちらリアのホイールはなんと、うん、EP3 の、うん、そうだね、うん、EP3 のタイプ R ホイール、はい、が入ってます。なんかウイングもいかついっすね、これこれやばいですよね。なんかこう最近スワンネックっていうの結構後ろがすごい特徴的なんですよね。ぶっといね。スワンネックではないじゃん。スワンネックじゃないな、貫通してる。下にあったね。かん、うん、スワンネック風。このリアバンパーはお気楽さんのところ。へー。で、あ、このテールゲートスポイラーはモジューロのやつです。あ、そうなんだ。いいところのやつだ。じゃあ結構ミックスで。そうですね、ハイセンスな感じですね、うん、で
ユーラスのアンダーフィンだったりで、今ぐるっと見てもらったんですけど、普通に皆さんあの見逃してるところあります。何ですか？見逃してるところあります。どこですか？触れてほしいところ、触れてもらえなかったんですけど、ホンダのエンブレムじゃなくてこっち、ハイブリッドって書いてある。ハイブリッドなんですよ、実はこれ。出た。しかもこれって結構最初に出た方のハイブリッドで、結構他のメーカーとかってあの環境に配慮した乗用車を作ってたんですけど、やっぱ変態なホンダさんはそれをスポーツカーと融合させようって言って作った車がこの CR-Z です。なんかホンダのあのハイブリッドの歴史ってインサイトっていう車から始まってるんですよ、うん、で初代インサイトってなんかねホイール半分隠れてるようなデザインのかっこいいんだか悪いんだか分かんないような車だったのね。あれも2ドアっすね。あれも2ドア、そうそう。あ、3ドアか、うん、うん、まあ3ドアだね、うん、でそっから乗用車のインサイト、まあ、プリウスの対抗馬って言われた車と、はい、そうですね、あと CR-Z、 これが出たんですよね。そうです。でこれ出た時正直安倍ちゃん的にはおなんかスタイリングおCRX に似てるじゃんって思ったわけ。これ皆さんも思いましたよね。このリアのさ、このハッチのデザインっていうかね、ここのガラスとかですよね。そうそう、なんか全体的なフォルムとか、うん、カメテールっていうの、そうそうそう。であと ここにさ ここだけこう見えるようになってるっていう、うん、まあ、これちょっとスモーク貼ってますけど、うん、これなんかこうあホンダさんまたコンパクトなスポーツ出してくれたんだってすごく嬉しくなった記憶ありますよ。コンパクトスポーツカーですよね。そう、これ出た時ね。で私調べたんですよ、うん、それ後継者とか血を継いだ車なのかなって思って調べたら、うん、なんと、うん、CRX の血は継いでません、うん、あ、継いでないんだ。継いでないです。なるほど。デザインだけちょっと意識したっていう風にデザイナーの方が言ってましたね。ああ、なるほどね。だから落胆しちゃったんですよ。わかります。なんかこれ最初デザイン見た時ハイブリッドって分かんなかったから、まあ、そうですね、同世代の K20A のエンジン積んで、あ、また VTEC で楽しいコンパクトスポーツが出るんだって思ったらハイブリッドだったんですよ。でも一応この車、はい、あのマニュアルのハイブリッドも設定であるんですよ、うん、っていうか多分 CR-Z はそれがいいんだと思うんだよね。そうですね、あんまりないじゃない、ハイブリッドでマニュアル車ってないと思います、うん、なんかそういう組み合わせの車はないから、まあ、そこも人気だったところだと思うんですけど、そうだね、なんとこれはこの車に関してはオートマです。あ、オートマなんだ。オートマ、あのこれマイルドハイブリッドなんですよ。あ、なるほど。ハイブリッドじゃないので、構造的にハイブリッドでマニュアル車ってできないんで、うん、あくまで電気モーターって補助だけなんですよね。あ、多分加速の出だしのとこだけ補助してんだと思う、うん、そう。あ、だから良かったのかな。プリウスみたいにモーターだけで走るとかはできない。あ、まあ、エンジン常にかかってるっていう状態ですね。あ、そうですね、これ結構最初の方の時のハイブリッドなので、うん、多分まだそういう技術がなかった時なのかな。でもさ、ホンダさんってすごくて、この CR-Z っていう車あるでしょ、はい、これベースでGT300 に出てたんですよ、日本の GT レースに、はい、当時は2台出てたのね。 ARTA というところと無限というところで出てたんだけど、その CR-Z もハイブリッドベースだったんですよ、はい、レースってほとんどハイブリッド車いないんだけど、うん、まあ、この CR-Z はハイブリッドだっていうことで、まあ、そのシステムの開発もそこの場で一緒にやるっていうことでやってたんだけど、はい、めちゃくちゃ早かったの。早かったんだ。そうそう、 GT300 クラスっていろんな車種いるんですよ。86とか、そう、今だったら日本車86とか、あと GR スープラとか、はい、NSX とかいるんだけど、この CR-Z が出てた当時はもっと多くて、はい、それこそ、まあ、日本の有名な国産車と欧米のスーパーカーみたいな、ベンツとかフェラーリとかランボルギーニとかいる中 で、 やばいですね。これは直線がめちゃくちゃ速かったんですよ、 CR-Z は、はい、ハイブリッドだったんで。例えば富士のストレートで、はい、ベンツの SLS より速かったんですよ、ストレートが。並ばれてスリップにも入れなかったの。すごい、ベンツが。すごいですね。そうで、あのレギュレーションで物言いがついて終わっちゃったっていう車なんだよね、速すぎて。逆に。そう、だからそのイメージがあるから。あ、でも
ージではない。全然悪いイメージじゃないです。でも乗ってこれ、なんか この車は乗らないと良さがわからないような気がしますね。あ、そうなんだ。うん。でも割となんか街中で見るよね、結構ね。そうですね。実はこれ、うん、やっぱそんなんて言うんだろうな、うんうん、人気ではないっていうのが、まあ、ぶっちゃけの話なんです。ぶっちゃけちゃうと、あんまり人気がない、うん。なので中古相場もすごく安いんですよ。そうなの？めちゃくちゃ安くて、だからなんかスポーツカーだとは知らずに乗っちゃう人とかが結構多くて、あ、普通にじゃあコンパクトなハイブリッド車みたいな感じで、はい、そうです。で、見た目はすごいかっこよくて、あの受けはいいんで、なんか私の知り合いもそういう車だとは知らずに女の子が買って乗ってました。へえ。まあだって普通にコンパクトだし、まあ、これだったらオートマでしょ。そうなんですよ。で、運転もしやすそうじゃんね。結構しやすかったです、うんうん。でちょっとこれに積んであるエンジン気になるんですけど、ちょっとエンジン見てみたいです。エンジン何積んでるんですか、これは一体。 K20A じゃないですか。 K20A なの？ K20A ってハイブリッドできたんですか？あ、違った。今インテグレーテッドモーターアシスト。これ何のエンジンなの？これはあの、うん、ホンダの L 型エンジンで。え、ちょっと待って、ホンダにも L 型エンジンってあったの？そのなんでびっくりしてるんですか？あれ、L28? L28 かい、3.1? 3.1 リッター、うん、すごい、ソレックス、ソレックス3連ポートケンマ、ビッグバルブ、CDI 素晴らしい。デュアルマフラー入ってんの？2メートルの竹ありつけちゃう？やーべー、意味わかんないワードが飛び交ってるんですけど、はい、これはあのホンダフィットのハイブリッドとかだったり、うん、あとシティっていう車とかにも乗ってたエンジンみたいな。じゃあホンダのコンパクト系に割と転用されてるやつだ。はい、そうです。でもこれ多分さ、あの CRZ 用に味付けされてんだよね、きっと。モーターのアシストの感じとか。あ、多分そうです ね、 ね、そうだよね。なんかカラブカシってできるの？カラブカシします。ちょっと 音聞きたい。ハイブリッドの変わってるんですよね、かきもちさん。え、なんか結構図太い音してた気がしたけど、セルの音がしないね。じゃあモーターでかけるからでしょ。へえ。セルモーターがないんだよ多分。スロットルなくない？ないね。エンジンのホンダはここにも生きてるって感じですか？いやー結構すごい。でもこれなんかちょっと気になるステッカーが貼ってあるんですけど、これもしかしてあの今井ちゃんとこの、今井ちゃんとこのステッカーですよね、これ。そうです。これもしかしてロムチューしてある？そうです。やっぱりな。ってことはこれハイオク？あ、見てもらっていいですか？すごい、ハイオクだ。ハイオクって書いてどっちやねんって感じだ。ハイブリッドって燃費稼ぐ車じゃないんかいみたいな。まあちょっとね、あの楽しい車ですね。そうだから普通に乗る分にも多分楽しいし、でもさ、こうもできる。俺すごい矛盾だと思うんだけど、ハイブリッドとスポーツって極端だよね。極反対側にあるよね。あります。だけどそれはこうしようってしたのがこの車。さすがホンダさん。本当にさすがだな。変態だ、本当。であとこういう車ロムチューしちゃう今井ちゃんも変態だと思うから。今井さんお世話になってます。じゃあまあ CRZ はこういう感じで。こういう感じでした。まあ、本当は皆さんこっちが気になってんですよ。そうですね。阿部ちゃんがなんかあるって言ってたんで。あ、そう。チャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。さあここからは皆さんお待ちかね、 EK9 日本の宝の紹介でございます。もう待ってたよ。もうまだ見飽きないんですか？前座前座は終わり、これから本番です。はい、この EK9 はですね、まあ皆さんパッと見ていただくと、このフェイス見るとね、あ、前期の EK9 だなと。うん、平成10年式なんで、前期と後期のどこが違うんですか？違いはこのライトの鋭さと、うん、後期はバンパーがここにもう一個エアのインテークが開いてるっていう、ね、フェンダーも違うんですよね。そう、フェンダーも違います。画面丸きし違うんだよ。そう、まあそういう違いがあるんですよね、前期と後期で。そうなんだ。そうで、これは前期なんだけど、
EK9 って基本的に1グレードしかないんですよ。わかります？タイプ R っていうグレードしかないんだ。しかないんだけど、なんとこれは その1グレードしかない中でも実は存在するレースベース車っていうグレードです。そういうのがあるんだ。そうなんです。シビックはね、基本的にそういうグレードはいけないから設定されてますね。あ、そうなんですね。これなぜかっていうと、まあシビック EG6 や EF の時からもあったんだけど、シビックワンメイクレースっていうレースが結構盛んに行われてるわけですよ。で、まあ EK9 からもう本格的にホンダがもうさっきと楽しめるような車で作ったので、お客さんが、そう、だからもうどうせ外しちゃうでしょと。どうせ変えちゃうよねっていうところはもう極力簡素な感じに仕上げてるんですよ。特に内装見てください。これがタイプ R とは思えない、ね、そう、これバケットシート入ってますけど、うん、あっちのシートとかこのドアの内張りとか、このエンヤコラ、エンヤコラウィンドウとかね、ガチ、そう、このリアシートのこの簡素な感じとか見てくださいよ。やば、軽トラのなんか椅子みたいな。そうそうそう、オーディオレス。そう、オーディオレスです。え、ほんとだ、はい、エアコンとパワーステは、パワーステはレス、エアコンはオプションだったんじゃないかな。パワーステもオプションだ、オプションです、うんうんうん、これはエアコンついてます、うん、この車はね。でシフトノブとかももう普通のシビックのマニュアルと同じなんだけど、これは変えてあるって感じ、うん、タイプあるね。あ、だから中身はほとんど EK2 とかEK3 とか、あの、うん、ハイグレードの EK シビックの内装を使ってるんですよ。タイプ R なの。どうせ取っちゃうでしょと。本田さんそこまで考えてますから、そう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 、いつも。そうそうそう。そうなんだ。だからトランクとかももう基本的にほら、もうタイヤとかさ、ないわけ。本当だ。でこのマットすらないわけ。え、マットもなんか。マットっつうかこの何？あ、ここの仕切り。硬いやつ。そうそう。ですよね。もうこれなわけよ。ガチか。で俺初めて知ったんだけど、このトランクのこのマットあるでしょ、はい、これね、リアのシートとつながってんですよ、ほら。これもなんか簡易的にはあれだけど、うん、雑っと言ったら雑ですよね。昔のハッチバックみんなこうだよ。こうなの、うん、86もこう。だから意外と倒すと、まあタイヤ5、6本ちゃう。あ、そうですね。だからこれで自走でサクッともいけちゃうみたいな感じなんだよね。すごっ。なんかタイプ R って内装もさ、結構豪華じゃないですか。イメージ。あのレカロの赤いシートとかさ、赤ステッチとか入ってんだけど、うん、もうレースベース車はその辺はもう極力簡素に。プライバシーガラスとかもないですね。あ、そうだね。これもう素ガラスです、うん、全部。透明。全部素ガラス。でも厚。どうよ、うん。もう世にも珍しいレースベースよ。そりゃもう平成25年のスポーツハイブリッド持ってきたってやっぱりなんだかんだ言ってこっちだろうって、そう、俺は思っちゃうんだけどね。レース出てないのにレースベースなんですね。そうそうそう、めちゃくちゃ珍しい、ね、わざわざレースベースを買ったのにレースに出なかったっていう珍しい車です。そうそう、しかも安い。え、普通のやつより安いんです。普通のより安い。なんと新車価格165万円。安っ。当時ね、今じゃ NBOX 買えないっすよ。こんな宝がさ、新車で165万で買えた時代、しかもそれを出せるホンダさん、ほんと拍手です。すごい。そっちはどうなの、そっちは。こっちはですね、180万ぐらいだっけ。200ぐらいするんじゃないか。200ぐらいだっけ。結構高いです。いや、これ確かあの新86、ZN6 の86と全く同世代なんですよ。そうなんですよ。あ、そうなんだ。そう。で、ちょっとタイミングが悪かったっていうのも言われてますね。不人気な理由が、うん、こと同時だったからっていうのも比べられちゃってみたいな。全然もうさ、車のコンセプト違うのに比較されちゃうんですよ、うん、かわいそうだね。86の方はさ、なんか AE86 の再来ってさ見出しになってて、こっちは CRX の再来になったのじゃないのにね。そう、かわいそう。両方とも違うのにね。不遇な感じですね。ちょっとやっぱりすごいのが、需要ってほんとすごいなと思って、うん、こっちは平成25年じゃないですか。でこっち平成10年で25年落ち、うん、でこっちの方が高いって普通は思うんですけど、こっちの方が何倍も高かった。だろうね。だろうよ。やっぱすごいな。逆にレースベース欲しいっていう人も多いん
ですかね。いや、いないと思います。いないんだ。でもただ台数は少ないから普通のよりね。ああそうですよね。そういうところの希少価値はありますけど。でも珍しいですよね、レース出てなくてベースなのに。エンジンとかはどうなんですか、違うんですか。エンジン全く、エンジンミッション全く同じ。ああ全く一緒。してください。このエンジンとこのボディの組み合わせで EK9 っていう形式になるから。ああ綺麗。うん、まあ、これもお客さんから買い取りしたお車なんですけど、はい、これ走行距離8万9万キロぐらいですかね。おお10万いってない。そうだけど、あのちゃんと一通り整備されてるっていう感じです。おお、まずデスビが変わってる、新しめ。キャップだけ変わったのかな、こっちのこっち側だけ変えて、プラグコード変わって、ホース変わって、でスペルバルブのオイルシールも変わって、うん、オイル漏れ全くないです、ね、オイル漏れないです。でこのヘッドカバーも新品に変えたか塗ったかどっちかだね。うーん、このボルトも新しいし、この剥がれもないし、このホンダのホンダのここの輝きが違う。てやてや、本当にオイル漏れないですねこれ。そうだね。でエアコンのパーツとかもすごい新しいから1回変えてるかなっていうところと、レースベースなのにエアコンがついてるんですね、うん、ちょっとパワーステのポンプだけ怪しいけどね、ちょっと定番の、うん、定番のこういう100台あったら98台終わってるからそうそう、これリビルトに変えた方がいいですね。でもエンジン自体はねめっちゃ調子いいですよ。うーん、音聞いちゃいますか。セルノートがホンダだもん最高。後ろや。本当ホンダ車って怖すぎる、マフラーが怯えながら音取りしてます。はい、CRZ とこの EK9、まあ、何が言いたかったかというと、まあ、こういう車買い取りしてますっていうことで す, そうです簡単に言ったら、まあ CRZ オートマです、はい、オートマですけど結構エアロ入ってね、うん、あと純正のホイールとかタイプ R のホイールとか一緒に買ってます。なので割と CRZ のオートマにしては結構な、びっくりする、結構なお値段で、こっちはもう言わずもがな、はい、言わずもがなのスーパープライスで買い取りしてますので、はい、まあ、レースベース車なかなか持ってる方いないと思いますけど、うん、レースに使ってた車両でも大丈夫ですから、そこも得意ですね。もう中どんがらでロールバーがっつり入って溶接が入って、もうエンジンもお疲れお疲れ、シートもフルバケ1脚しかついてないですみたいな車でも大丈夫です。はい、はい、なんでそういうお車持ってる方いたら、ぜひ概要欄の方に査定ラインの方ありますので、はい、そちらから、ぜひそちらにご用命お願いします。お願いします。でこちらのイケナイ、なんとまだナンバーついております、うん、でミッションも ATS のクロスミッション3速が入って、デフも ATS のデフが入ってるみたいなんで、はい、これはちょっとぜひぜひともホンダ好きの私が転がしてみようかなと思ってます。でちょっとこの動画で長くなったんで、はい、市場の様子は YouTube ショート、あ出た、最近私たちが力を入れております、はい、YouTube ショートの方でご覧いただければと思いますので、ぜひそちらもご覧ください。お願いします。お願いします。この動画がいいなと思ったらグッドボタンとチャンネル登録お願いします。お願いします。バイバーイ。バイバーイ。